県内は高気圧に覆われ朝から青空が広がっています。羽咋市知事町にある建設会社の敷地内ではしだれ桜や八重桜が咲き誇り、訪れた人を楽しませています。桜は建設会社を営む古江義次郎さんがおよそ50年前から趣味で植え始めたもので、今では県外からも観光客が訪れる名所となっています。見事なあれでね、そのすごい綺麗に咲いてますね。天気で良かったです。桜の見ごろは来週前半まで続くということです。県内はこの後も晴れる見込みで、日中の最高気温は金沢19度、輪島18度と予想されています。